皆さんこんにちは、ハラミンです。まあこの動画ではタイトルにもありますように、昨日、まあ今日が11月24なんですけど、1月24なんですけど、1月23に発表された、まあ小田奈々、しーちゃん、もんちゃん、てちの、まあ卒業、脱退、活動休止に関して、ちょっとあまりにもデカすぎる発表だったので、トークはまあメインチャンネルここでは上げないよ、上げないっていうか、まあ極力上げないよっていう話をしたと思うんですけど、トークはセカンドチャンネルで、サブチャンネルで上げるよって言ったと思います。でサブチャンネルでは昨日発表があった直後にも動画撮って上げてるんですよ。でサブチャンネル知らない人もたくさんいると思うので、あの概要欄にリンクがありますので、サブチャンネルでまあ昨日発表があった本当に直後に動画を撮って、まあびっくり、ただただびっくりしてるっていう動画が上がってるので、そちらご視聴になっていただきたいんです。でまあセカンドでそう喋ってて、でまあ昨日から今日にかけて、その直後にもんちゃんとかしーちゃんとか小田奈々のブログが出て、スクールオブロックも放送されたので、その全部それの前にセカンドチャンネルの動画を撮ってるので、そういう情報もなしで、動画をお送りしてるんですけど、今日はまあ、そういう情報も交えつつ話していきたいと思います。ですビビりましたね、本当に。もんちゃんのブログが出ました、ファンの皆様へということで。ちょっとね、もんちゃんのブログが一番来ちゃったかな。こんばんは、お久しぶりですっていうことで。でもんちゃん、もんちゃんは推しメンでこそないものの、何度も言ってる通り、そのホームページで気になるメンバーに入れてて、めちゃめちゃ好きなメンバーなんです。でこの中でもブログの中でも言ってますけど、言葉足らずって言ってるのかな、人に思いを伝えることが苦手で言葉足らずで、いつもファンの皆さんを不安にさせてしまいました、ごめんなさい、っていうことをね、もんちゃんは言ってるんですよ。で俺もこの気持ちはめちゃめちゃわかるというか、まあただもんちゃんみたいな感じというか、ふてぶてしくじゃないけど、まあ、ムカつくことがあったら顔に出るし、俺は言動に出るし、そうですね、もんちゃん、まあプロとしてどうなんだって話もありますけど、こうわって、まあもんちゃんもその出ちゃう時もある、そりゃありますよ。そう、しょうがない、しょうがなくはないんだけど、しょうがないねっていう子じゃないですか。で俺もどっちかというとそっちの人間だから、めちゃめちゃ気持ちはわかる。この言葉足らずで皆さんを、ファンの皆さんを不安にさせてみたいな、ことはわかります。そりゃプロなんだから常にニコニコしろよっていうご意見ごもっともですけど、そうはいかないっす。すいません、特に俺はいかない。でそのね、やっぱふてぶてしく時もありつつ、でも気持ちでは俺ももんちゃんと一緒なんですよ。このファンの皆様ありがとうっていう気持ちは常にあるんですけど、やっぱその撮影カメラが回ってる以外の時間ってあるじゃないですか。対大人だったり対運営だったりとかのをカメラにちょっと引きずっちゃうこともあるんですよ。カメラの前とかに引きずっちゃうことも多々あるので、そのカメラに映ってるところでしかお客様、ファンのみんなには届かないですけど、っていう気持ちはものすごくわかるんです。ただこのブログでやっぱ、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんと。でもやっぱりもんちゃんもこのやっぱ時間が経つといろいろなものが変わりますねっていう、私は欅坂としてパフォーマンスをすることが大好きです。そう、俺も全く同じ気持ちです。そう、動画に出るのが俺も大好きですね。欅の曲も大好きで、たくさんの影響を受けましたと。もうやばいねこれね。でも心と体がだんだん追いつかなくなり、パフォーマンスに熱が入りきらず、その気持ちを無視することはできませんでしたと。いやもうやばいねこれね。わかる、全く、わかる。中途半端な気持ちでパフォーマンスをすることが許せなかったです。だって最初はもう大好きで入ってくるわけだから、まあ、わかんない、もんちゃんは誰に憧れて入ってきたのかわかんない、乃木坂さんなのかな、
他のアイドルさんなのかもわからないけど、アイドルって職業が好きでそれに憧れて入ってくるわけですよ。俺もそうです。動画に映りたくて動画に出るのが好きで出たいなと思って入ったわけです。一時的な感情かなとも思いました。気持ちは変わらなかったです。そうです。だから重ねちゃうね、どっちかっていうと。俺はね、自分が曲を伝える立場にいるのはもう違うと思い、欅坂46を卒業することに決めました。そうで、同じです。今までもずっとメンバーにもスタッフさんにもファンの皆様にも申し訳ない気持ちと罪悪感でいっぱいです。うん、っていうブログをもんちゃんは出してくれましたね。こんな私にいつもファンの皆さんは温かい言葉をかけてくださって出会いに感謝していますと。そう、俺もやっぱりどんな嫌なことがあってちょっとつまんなそうな顔して動画に出ちゃったとしても、でもやっぱりハルミさん応援してくれますって言ってくれる人がいっぱいいるので、もうね、やばい、もんちゃんのブログはやばい。そうなんですよ。結局はでも本当にファンの皆さんには申し訳ない気持ちでいっぱいですって書いてくれてますけど、本当にそうなんだろうなと思って。でこれがもんちゃんのブログで、しーちゃんは、ものすごくというか、まあ、前向きな皆様へということで留学されるってことですね。ただ結局みんなが言うのは、メンバーのことは大好き、スタッフさんのことは大好き、ファンの皆様のことは大好きっていうことは分かんないですよ。本当に俺は何も言えないですけど、じゃあな、誰のことは好きじゃないのかっていう、分かんない。そう、しーちゃんは美術の勉強のため留学させていただきますと。どんな時でも応援していただいた皆様のおかげです。そして共に困難をのたくさん乗り越えて夢を叶えてこれた欅坂46のメンバー、しーちゃんはもうあの東京ドームで、あれは太陽かな、太陽は見上げるものの をあのみんなでこう一緒にいつて、おーうおーうおーのところみんなで歌った後の MC でこうサイリウムが緑一色に染まって、赤かな太陽は、まあ、DVD 見るか確認しますけど、でおーうおーうおーってみんなが言ってくれて、21人で始まった欅坂だけどみたいなことを喋り出した時にしーちゃん泣き出しちゃったじゃないですか。もうそれをもうこれを読んだ時に思い出してしまって、そう、夢を叶えてきたんだなっていう、21人で本当は来たかったけどみたいなことも言ってましたけど、みんなとだったからここまでやってこれた気がします。そうだと思います。そして欅坂46のスタッフの皆さん、だから俺たちが邪推をしちゃいけない、勝手にああじゃねえかこうだったんじゃねえか、運営が悪いんじゃねえかとか、メンバーの中で不仲があったんじゃねえかとか、勝手に邪推をしちゃいけない。本当のことはメンバーというかこの関わっていた子たちにしかわからないから、それこそヤフーニュースの何とでも書き立てますよ。平手友梨奈が、カリスマになっていって、本当はアイドルをしたかった子たちとの温度差が広がっていってとかね、そりゃ書き立てますけど、本当のことなんか誰にもわからないし、この子たちにしかわからないじゃないですか。対運営だとか俺も言いましたけど、俺の経験なんでね。でも本当はめちゃめちゃいい運営、めちゃめちゃいいスタッフ、めちゃめちゃ仲のいいメンバーたちで、ただやっぱ自分のできることパフォーマンス力とファンのみんなのことを思ったがゆえの卒業だったりとかもするかもしれないじゃん、わかんないよ。でも俺たちがやっぱ見れるのはさ、このブログだったりさ、彼女たちのパフォーマンスとかなだけなわけじゃん。だったら彼女たちがプロとしてそれを出すんだったら、そこから受け取るしかねえんじゃねえかなって。そうだから俺もまあ規模は規模違えから比べてんじゃねえよと言われるかもわかんないですけど、日々のね本当のこうやっぱ勝手に邪推されて、勝手に憶測というか勝手に推測されてこうだみたいなことをかつては言われてましたけど、やっぱ俺が本当のことを話すのはラジオだけって決めてたので、だからラジオで言うことだけが本当だよっていうのは常に思ってたし、だその言葉だけを信じてくれと。で他の
他人からの言葉を鵜呑みにするというか飲み込むんであれば、まあ、それはそれで構わないけど、この情報がいっぱいある世の中でそれはそれで構わないけど、自分の責任で判断してくれって俺は思ってたから、その週刊誌だとかネットニュースの情報を信じるのもその人の責任だし、このしーちゃんとかのブログの文面だけ文面を信じるのももう俺たちの責任だし、何を信じるかって決めたらもうそいつの責任じゃん。だからあとはもうそれぞれの判断力だよ、それにかかってるね。いやしーちゃん、そう、私は欅坂が大好きです。自分の人生の中に欅坂46があってよかった、うん、また一回り大きな自分になって欅坂46に戻ってこれたらなと思います。ありがとうしーちゃん。で、太田奈々がご無沙汰してしまいすみませんと、いろいろお騒がせしてすみませんでしたと。まあ太田奈々はもう、もうそうですね、大好きですけど、そうですね、しょうがないですね。太田奈々推しの方には申し訳ないですけど、一人の女性として取った行動なのでしょうがないですね。私の軽率な行動でファンの皆さん、メンバーの皆さん、スタッフさんに迷惑をかけてしまいましたと。これはもう言い訳ができませんね。しょうがないですね。うん、切り捨てるつもりはないですけど、うん、いや、私は欅坂46卒業しますと。ほたんだなぁ。本当だよ、アイドルは私にとって憧れの職業でしたって、お前。絶対ファンつかないっつって泣いてたじゃねえかよ。うん、約4年間本当にあっという間、そうだね、あっという間だったね。そうだよ、私はもともとアイドルが好きで、辛い毎日もアイドルに勇気をもらって乗り越えてきました。私が元気をもらったアイドルのように皆さんに何かできたかは分かりませんが、できましたよ。アイドルになれて本当に幸せでした。ありがとうございます。アイドルは本当に素晴らしい職業です。そうです。そして欅坂で本当に良かったです。ありがとう。うん。王だなぁ、お前。頑張ってたじゃねえかよ。王だなよ。はい、そして、まあ、これがブログが出ましたと、昨日の夜中ですかね、に出まして、でスクールオブロックでもテチが喋りました。喋ったんですけど、今はまあ喋りたくないというか、お伝えしたくないというか、まあその時が来たら喋りたいと思いますみたいなことを言ってて、で来月のスクールオブロックでもお会いしましょうみたいなことをね、ラジオでもお会いしましょうみたいなことを言ってたので、まあ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 、ただシダの時も納得はしました。卒業、私シダ推しなんですけど、シダの時も納得ができて、で何なんだろうと、なんであんなにも推していて、あんなにも好きだったシダが卒業するっていうことがね、こんなしっくりきちゃったんですよ俺。寂しかったけどしっくりきちゃって、なんでこんなしっくりきたんだろうなって思ったんです当時。でそれは当時の理解としては、シダのキャラ、あのまあ特有の、あの子特有のあの自由な感じとか縛られたくない感じとか、そういうものがあったから、まあ、シダが自由になるんだったらいいかなって思ったのかなって自分では勝手に分析して理解したんですけど、ここ最近、思うようになったのは、やっぱり欅坂46のライブに行ったりとか、あとその欅が好きな人たちとオフ会みんなで集まってワイワイやった時に、いつも感じるのは、やっぱりみんな欅好きな人たちって変わってんすよとんがってるっつうか、流されない、もう流されない人、あとちょっとこじらせてる人、
とんがってる人、なんかいや俺は俺だしと思ってる人、あと群れない人とかがなんかもう奇跡的に集まってくるんですよ。群れたくないんだけど、でもみんなでケヤキのこと話したいから集まってちょっとワイワイして、最初はなんかちょっとこう様子伺いつつみたいな感じなんですよ。だから本当に俺のラジオで言ってたような、クラスでワイワイキャッキャっていうのが一軍だとして、ちょっとオタッキーな、いう子たちが、まあ、2軍とか3軍だとして、欅を好きな子たちは本当に 1.5 軍なんですよ。この1軍にも、いや俺たち1軍なんか行かねえし、みたいな感じで、で2軍3軍にも、いや俺たちそんなんじゃねえし、みたいな。じゃあ俺たちどこなの？ 1.5 軍です、みたいな人たちが、欅のファンにはやっぱ多い、と俺個人は勝手に思っていて、まあ少なくとも俺の周りにはね、まあ俺がそうだから俺の周りに集まってくるのがそういう人たちなのかもわかんないけど、やっぱそういう変な変わってる人たちが多いなと思うのもなんでなのかって考えた時に、やっぱり欅坂46ってサイレントマジョリティでデビューしたじゃないですか。でサイレントマジョリティってやっぱ君は君らしく生きていく自由があるんだなんですよ。君は君らしく生きていっていいっていう、あのアイドルグループがね、AKB さんとか乃木坂さん、もう特に直近の姉さんで言うと乃木坂さんですよ。あの清楚で美しくっていう乃木坂さんが、ああいう可憐な歌を歌っていて、乃木坂の姉妹グループデビュー、ついにデビューだーってなって、バーンってあのサイレントマジョリティですよ。ドゥルルドゥルルっすよ。あの、ちょっと軍服にも似た衣装を着て、まあ要はサイレントマジョリティ、そこからこう、続いていく欅の歴史って、社会や大人への反抗じゃないですか。今思えば、テーマは。でやっぱそのもうまんまとよ、その中学校の時俺も先生とか大人親とかに反抗ずっとしててさ、家とか飛び出してさ、でその頃聞いてたのは尾崎豊だから、で尾崎欅好きな人は多分尾崎好きなんですよ。で尾崎好きな人は多分欅好きなんですよ、俺の勝手な分析で言うと。特に男の子は盗んだバイクで走り出しちゃう感じが好きなんですけど、やっぱ反抗を歌っていて、でやっぱそう考えると一番最初に髪明るくしたりとか金髪にしたりとか、まあ反抗的だったのかなな感じはやっぱシダで、あの反抗のグループの、俺どっかでも前ツイッターかどっかで書いたと思うんですけど、結構反抗的なあの欅坂46っていうグループの象徴は結構シダだと思っていて、志田真中がいて欅が欅らしくなったんだろうなっていうのはずっと思っていてあの本当にやんちゃ坊主志田今へそぴ開けちゃってね本当にね。でまあテチとかもまあ最初はキャピキャピしてましたけど、そのね成長していくにつれ、年を重ねていくにつれ、まああの子も多感な子、敏感な子でね、いろんな疑問とかが自分の中で生まれてきて、いやなんでなんだろうとかっていうね、でどん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 こう欅のセンターとして完成されていったっていう感じだとは思うんです。だからテチもあの反抗、社会に染まらない、流されない、私は私、君は君っていうグループだからこその卒業というか、自分らしくあるため、自分でいるために卒業してってる気がするんですよ。このまんまここにいたら私は私でなくなっちゃうから卒業というか、うん、自分らしくあるための卒業なんだったら俺はむしろ卒業してほしいとすら思っていて、それがだから志田の時に感じた気持ちだったんですよ。自分らしくあるんだったら、自分らしくいれないんであれば卒業してほしいと俺は志田には思っていたから。だから例えば、まあ、一番最初にスキャンダル出ちゃったのは志田じゃないですか。で志田があのスキャンダルというか、ああいう男性関係を望むであれば、それが志田らしさなんであれば、別に男性関係別に俺はいいと思うし、それが NG なんであれば卒業したっていいと思ったんですよっていうことですね。でまあツイッターで見ましたけど、そのこの間ひなに出てたラブミードゥさん、ラブさんはもうね、占い師としてすごい人で、何でしたっけ、1月の20日から23日ぐらいになんか激動的な変化が起こるかもみたいなことも事前にツイートされてたんでしょ、ラブさんは。でもまさに当てられてみたいな感じじゃないですか。で
さっきもんちゃんの気持ちが分かるって俺も言ったんですけど、一番分かるのはやっぱりテチで、でこれも若干別にスピリチュアルな話でも何でもなく、若干占いチックな話になってくるんですけど、まあ知ってる方もいると思うんですけど、俺とテチって誕生日一緒なんですよ。6月25日で。で、どっちもカニ座で。で、やっぱこう、だからテチのね、多少ですよ。考えてることが、まあちょっとわかるんです。感じ方とか、あ、今こういうこと思ってんだろうなとか、あ、これ嫌なんだろうなとかっていうのが、ちょっとわかるんですよ。で、俺もあるチャンネルをね、降りた経験が、時にそれは全く欅とかねそういうのとか関係なく降りた時の理由が、あ、俺はここにいたらこのままいたら俺じゃなくなるって思ったのが最終的なきっかけ。自分に問いかけて やりたいのかとか、共演者の方に迷惑がかかんないのかとか、いろいろ考えた時に、でも最終的に結論を出したのは、いやでも俺ここにいたらこれを飲んじゃったら自分が自分じゃなくなっちゃう気がするっていう結論が出た時に、あ、やめるって伝えようと思ったんですけど、だからその先にもらえるであろうお給料とかもうそういうの全部なしというか、その損得で考えないんですよね。損得で考えてなくて、給料がとかこれをやめちゃったら収益入ってこなくなっちゃうかもしれないとかじゃなくて、俺じゃなくなっちゃうなと思ってやめたんですよ。でもちろん共演者の方にはめちゃめちゃご迷惑をおかけしたので、後でもう死ぬほど謝りましたけども、でもその時も対大人というか対運営だったんですよ、俺は完全に。で、あ、ここの運営と一緒にやってたら俺はもう多分自分じゃなくなると思って辞める旨をお伝えさせていただいたんですけど、でそのテチがね、やっぱお誕生日が一緒で、まあちょっと専門チックな話すると同じカニ座なので、そのやっぱ0か100なんですよ、俺もテチも。で今までこう周りから見ると0に見えるんですけど、本人の中では怒りは溜まっていてずーっと、である時の境にもう一気にピークに行くんですよ、ボーンっつって、で、はい、あ、もう無理だやめようっつってここで伝えるんですよ。ちょっと考えるけど、ちゃんと考えるけど、ここで伝えて、で周りからすると急に見えるんですよね。急に今まで頑張ってたじゃんみたいな感じなんですけど、多分本人の中では急じゃなくて、小さなことがこう積み重なっていって積み重なっていって一気にピーって振り切れる感じなので、多分、積み重なったものが一気にピーク頂点にまで達したんじゃないかなって予想はしてます。だからやっぱりみんな、そう、テチにはやっぱやめてほしくないんだろうし、もちろんね、俺もやめてほしくないよ、もちろんやめてほしくないし、あのままの21人、まあ2期生は入ってきたとはいえ、初期のね21人のまま続いていってほしかったっていう気持ちももちろんあります。で今2期生が入ってきて、テチがいて、モンちゃんもシーちゃんも小田奈々もみんないての状況で続いていってほしいなとももちろん思いましたが、でも多分しょうがない、もう、テチがもうそう言ったからには多分もう曲がらないんだと思う。で俺もまあそのチャンネルを降りた時もそうだし、多分テチもそうなんだろうけど、まあ自分ごめんね、みんな俺のおめでとう結構ちげえよってみんな本当に思ってると思うんだけど、多分やめたくないけどやめなきゃいけないが一番しっくりくるだと思う。やめたくないんだけどやめなきゃいけない、やめたくないんだよ本当は、テチは欅もやめたくないし、パフォーマンスすること好きだろうし、ただやめないと自分じゃなくなっちゃうんだよね、かな。私のすいません、乏しい経験談と、多少の知識で話しましたが、しんどいね。そうなんだよな。だからテチらしいよ、卒業じゃなくて脱退にしてくれってテチから言ったんでしょ。分かんない、俺がもう何も言えないけど、
ただやっぱあのニュース見た時はびっくりしたし、おい定置いなくなってどうすんだよっていう気持ちでしかなかったけど、さっき言ったのが全てです。彼女たちが自分らしくあれない、自分らしくいれないんであれば俺は卒業してくれた方がいいと思ってるので、だってね、俺たちはカメラに映ってる彼女たち、 CD をリリースしてくれる彼女たち、ブログを出してくれる彼女たちしか知らない、つまり欅坂46としての彼女たちしか知らないけど、彼女たちの中では欅坂46っていうのは一部であって、彼女たちを構成してる要素としてもしかしたら4分の1で、他4分の3があるじゃない、人間だもん。だってしたらね、別に全てじゃない。で、俺たちがその彼女たちの中で4分の1の部分しか知らないにもかかわらず、それを続けてくれっていうのも多分違うし。うん。そうね。すいません、なかなかと。ちょっとあまりにもね、言いたいことがあったので、メインチャンネルのこっちの方で喋らせていただきました。いやー、また、ちょっと、まだ喋り足りないというか、まだまだ多分あるんでしょうけど、一応メモりましたけども。きっと、本人たちの、口から、わかんない、あのブログで終わりなのかもわかんないですけど、テッチもまだラジオやると思いますのでね、やるらしいので、本人の口からきっとあるでしょう。うん、そっちの方がいいよテッチ、俺は言わせてもらえなかったというか言えなかったから、ファンのみんなに、うん、こんな俺の動画が届くはずないけど、応援してくれてた人に最後やめますっていうのは言える状況なんだったら言った方がいい。うん、俺は言えずにやめちゃったから、うん、それは未だに後悔じゃないけど、未だに急に消えちゃったんでね、俺はね。そのファンの人たち、応援してくれてる人たちには言えるんだったら言った方がいい。ごめんね、何様なんだって話かも分かんないけど。はい、というわけで皆さん、ちょっと言いたいことあったんで言わせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。冒頭でも言ったんですけど、サブチャンネルの方でも、まあ発表直後のリアクションというか話をしてます。で、今後続々と分かんないヤフーニュースとかネットニュースが書き立てるんでしょうが、さっきも言ったように自分たちの責任で自分たちの情報、何を信じるか、何を判断するかだと思います、俺たちは。うん。この情報がいっぱいある世の中で踊らされちゃいけない。本当に君は君らしく生きていく自由があるんだから。うん。うん。自分たちが信じたグループなんだったら、俺は最後までこの子たちの言葉を信じようと思います。ありがとうございました。さよなら。